本节目由全新雷克萨斯 ES 冠名播出。站好，站稳一点。强，你跟他说，现在像个黑社会一样。我觉得他真的是很好的一个人，很善良的一个人，黑也很尽量诚实的一个人。主要你看什么呢？新闻啊，关于核问题的会谈，然后看怎么日本躲开了这个沉重的世界，多隐喻啊！结束了，广告都被擦过去了嘛？那楼也翻新了嘛？马上到四月份，整个平成年代就终结了嘛？但其实木村是整个平成年代的一个象征，是一个最重要的文化事件之一了，也是应该是一个偶像制造工业一个第一个 superstar 吧。我觉得所有的明星都是投射各自社会和时代对自身的认知嘛。嗯。老师，你渴望成为木村那样有影响力的人？我可能也成不了啊。没有，我没有，没的。我渴望成为永井和风啊，我不是那样的人啊。对。因为木村他们成为偶像是很不自由的一件事情嘛，是吧？嗯，很多代价的。去年底，我在东京见到了木村拓哉。他是日本平成年代最受欢迎的男性，更是亚洲偶像工业的奇迹。不能混一单一局。我喜欢这一张。我喜欢这一张。这张比较调皮。确实，因为他的这种如此的名声，和在这么成熟的一个工业系统之内，他要符合整个系统的表达。但是我们又想寻出他很更个人的声音，更即兴的一种感受。就是我也很好奇，在这么大的一个名声和一个符号的下面，一个具体的个体是什么样子的？如果你演飞行员，这个日本的航空业就受到很大的鼓舞。如果您吃什么面包，这个面包就很受欢迎。用什么口红，口红就卖的很多。您会意识到这是一个特别大的一个 power 吗？或者会恐惧这种力量吗？也。每一次对话都是一次意外的相遇，彼此的探测，不可避免的不安，以及自然到来的释然，它令你重审自我，一些时刻更为坚定，另一些时刻都充满怀疑。他也催你追问生活之意义，他也促你观察生活之矛盾，高速变化的时代与个人意义危机的并存。唯有更开放的对话，更多元的思考，才能追寻一种兼容之道，在宽阔的世界中做一个不狭隘的人。木村已经到了啊，他已经到了。本来我觉得我们到就够早了。跟比赛
一样，一个比一个大。こんにちは。こんにちは。Nice to meet you. Nice to meet you. 在想什么呢？看到水潭。あの今日お話になるお相手を待ってました。是不是等待是日常生活中很重要的一部分？そうですね。以前常来这个园子吗？いや、ここは本当に特別な、まあ本当に。友人の結婚式だったりとか、そういうパーティーの時にたまにお邪魔するぐらいですかね。東京の中でもこういう本当に日本古来のこういうなんかお庭だったりスタイルをこうキープしてるところは割と少ないので。刚才你站在这儿，我想起你应该穿着那个武士的样子，好像在等一个剑客来比剑一样。我们俩应该把西装都脱掉扔掉算了。哎呀，じゃあ行きましょうか。好，我们走一走吧。はい。我来带路。多劳他是个失真的人吧？当然这是习惯性的偏见了，所有人对一个这样的偶像都会有觉得有失真的感觉。所以他真的他在那儿等我，我走到面前的时候，我一开始还是有点不适应的。对，这跟我见黑木瞳他们还不一样。看他的作品，木村更像一个抽象的偶像，对我来说。我正在看你的日记，特别有意思，有一部分被翻译成中文了。我喜欢你在日记里很调皮的那种感觉。啊，なるほど。啊，木村先生，你真的是很帅啊。やめてください。まあ、今日天気が良くて良かったです。现今我的脸也常被人拿来说东说西的，我想这是在电视和杂志上过度曝光的原因。而且在周遭的艺人之中，我的脾气也算古怪吧。就像在开满蒲公英的原野上独自开着的牵牛花一样醒目。十年前的艺能界应该绝对不会容下我这种人，但现今的时代，我这样的脸偶尔还能吸引大家的目光吧。1996年4月，你今天都做了什么？来采访之前，この前は特に何もなかったので、これがスタートです。我来见你其实挺紧张的。耶，どうぞ。Please。多久没去冲浪了？最近は行けてないですね。最近もう水が相当冷たくなってると思いますけど、本当だったらそうですね、行きたいですね。什么是发现冲浪的乐趣的？是多少年前？自分は多分25、26の時だと思いますけどね。先輩に友達に一緒に連れてってもらって初めて経験してなかなかできないっていうその感覚になかなかできないっていうのが在浪里是什么感觉？你一个人在海里面是什么样的感觉这么吸引你？なんだろうな、あんな単純なスポーツ作業はないと思うんですけど、自力で沖まで行って波に乗ってまたその繰り返しなんですけど、同じシチュエーションっていうのがまずないっていうのも魅力の一つですし、海の中にいると人としての価値が平等になるというか、
その感覚はすごく好きです。还有什么事情会让你有那种冲浪式的那种兴奋呢？サーフィンと同じような興奮はね、なかなかないかな。木村先生，要不要喝杯茶？我茶。其实我最想跟你喝杯酒。那就我再跟你一块喝酒。普段は何を飲まれるんですか？Wine、Champagne、还有这个 Sake 都可以，啤酒都可以。你想喝什么？まあでも今はお茶の方がいいかもしれないですね。那你自己喜欢喝什么酒？僕もワインかな。ワインとか、ほんのちょっとビールとか。はい。你喝醉了什么呀？酔っ払う時はでも楽しいお酒だと思いますよ。僕はそういうなんか仕事の話はそんなにしないですね。お酒飲んで。哎呦，说的，我好想现在把您灌醉啊！我们不做这个访问了，我们好好喝一杯酒。就そういう機会があったらぜひお願いします。可以啊。好，是您需要稍微休息一下是吧？您呢？OK。Hi。最开始见他的时候，你说你紧张，但其实能看出来，你尝试去打开或者让他放松。当时你是，其实你知道很多时候紧张，它是由于整体气氛造成，不是两个人之间的问题。后面很大的团队在运转，然后每个人都希望你给你提出某种指令。其实可能可以更自由的进入的，但是因为这么多人在参与到整个项目之中，就每个人多少都会被这样的一个气氛所影响。但我觉得他已经很尽量打开了。你喜欢哪棵树？こうやってしっかり整えられたものはやっぱり素晴らしいなと思いますし。ここに来るまでにどれぐらいの時間が経ってるのかっていうのがもう想像すると、这个有500多年了。525年。它有的时候江户城都没有呢。そうですね。すごいな。你觉得这里面哪棵树跟你比较感觉比较像啊？イメージに合う。イメージに合う盆栽。いや、まだまだ。我觉得你像这一棵。いや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 。你像这一棵。いや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 。もう僕を盆栽にしたらまだこんな根が深く入ってないですよ。もっとひょろっとした盆栽ですよ。你可以去做那个鲤鱼锦鲤是吧？錦鯉。まあでもっていうのはちょっと面白みがあるので。まあ単色の錦鯉よりかは複数色が入った錦鯉だったらいいなとは思いますけどね。哎，把那书给我吧，放那。对对。いや、この本いらないでしょ。我喜欢这一张。这张比较调皮，这是多大的？这是哪一年？这是哪一年？记得吗？いつだろう。いやでもその本自体が相当前ですからね。我觉得你的日记写得很好，非常有意思。ありがとうございます。やってますか？そういうこと。我不写日记，我特别崇拜写日记的人。你知道我最喜欢的一个日本作家叫永井和风，他的一辈子一直在写日记，整个日本社会发生什么变化，包括他自己的所有的内心的隐秘的冲动啊，各种。你会比如写日记的时候，写着写着突然发现，啊，原来我自己的内心深处跟我表面上看起来是很不一样的，发现一个非常不一样的自己。
いや、違うっていうことはそんなにないと思うし、うん、表に出してる、うん、今こう話してる自分とにもしつける、うん、つけたとしての自分はそんなに変わらないんじゃないかなと思いますけどね。うん、うん、你看我看日记里写你小时候最想做汤姆索亚是吧？这个非常淘气的小孩子到处乱跑。嗯嗯嗯。いやもう小さい頃は本当にそのものでしたね。うん。うん。那现在还是吗？いや、そういう自分と同じ種類の人間が集まるときっとそうなると思います。包括您说你始终是这样子，写日记也并没有另一个自我。那比如说您在演最近马上要出的电影《假面饭店》，你觉得你在演这个电影的时候是什么感觉？いや、まああれは非常に特別なシチュエーションですし、東野圭吾さんも独特なシチュエーションを考えついたなっていうふうに思いますけど、まあでもサービス業に至ってはやっぱりその二面性というか、お客様に対する一面とそのご本人の一面っていうのはあると思いますね、やっぱり。うん。你会有这样的假面的时候吗？僕はないです。そういう二面性は。那会不会觉得有很多不同面具的人生会更有意思？会羡慕这些人吗？いや、その羨ましいというか、まあその人たちの方がきっと大変だと思うし、僕はその役で何かをそのキャラクターをやる演じるっていうことはあるかもしれないですけど、それはもう本番の時だけなので、で確実に持たないといけない皆さんなので、多分僕なんかより皆さんの方が全然大変だと思います。包括这个30年您可以始终可以保持这么好的一个表现，就我们都很难理解他这个你的动力在哪里呢？いや、やっぱりね、それは僕の中から湧き出るものではなくて、現場に行った際に、要はプロしかいないんですよ、現場に。だからそこに自分が行くと、もう何も言わずとも、包括您这么小的时候，十几岁就进入这个行业了，然后一直是处在比如说镜头面前、舞台上，周围又总是有很多工作人员。你会有时候觉得生活失去了真实感吗？生活のリアルはしっかりとあるし、その見せるっていうことってやっぱり準備が必要じゃないですか。人に見せるっていう、それがエンターテインメントだと思うんですけど、私生活に関しては見せる必要がないので、本当に生活に必要な会話をしたり、睡眠をとったり、休日を過ごしたりっていうのは全然全然普通にありますよ。比如说您是唱歌、演戏，然后对于大部分人来讲，木村先生是一个偶像，是一个 idol， 这样的一个评价对你来说，你是觉得无所谓吗？还是说有点遗憾？你更希望成为一个非常专业的演员或者非常专业的歌手？まあでもその思ってらっしゃる皆さんの感情っていうのは、その人の感情だと思うので、それに対して自分が立てついたり否定したりっていうことは、その人が思ってることをねじ曲げる自分に必要性はないと思うし。那您在内心最希望自己是什么呢？对自己最大的期待是什么？いや、一番はないですよ。その時自分が何ができるかだと、もうそれしかないですね。やることが多少変わってきますけど、そんなになんか分けて考えたことないですね。でも好き嫌いで多分僕はやってないと思うので。哇，你真的是可以把自己的喜欢不喜欢这种个人感，就是个人的这种感受，就压下去，压抑下去，然后变成一个更职业的表现吗？別に押し殺す必要はないと思うんですけど。
好き嫌いでやってはいないですね。在世界范围里面，包括在不同历史时期，有没有哪个演员对您来说是特别大的一个这个榜样？你觉得我需要演得像他那么好？有这样的人存在吗？どなたかいらっしゃいますか？我有啊，我因为我是平时是个作家嘛，我有非常崇拜的作家。啊，なるほど。僕は誰だろう。我现在最特别崇拜、特别喜欢的一个人，就是一个日本作家永井和风嘛。他是一个自由自在的灵魂，他可以不管当时日本社会怎么看他，他就只做他自己。我特别崇拜这样的人。でも僕の中ではそうですね。誰だろう。著名な方というよりかは割と身の回りにいる先輩方かな。そういう人たち本当にこういくつになっても色気がある先輩がいるし、なんか著名な方というよりかは身の回りにいる方ですね。僕は。所以您是一个非常生活在此刻的一个人，可以立刻。そうです。正解です。まさに。这几年来，我一直都有很迷茫、很烦恼的事，连私生活都被报纸、杂志追着跑，有时脑子里乱得一塌糊涂。平日里虽然做了很多的工作，可自己究竟是什么？歌手、演员还是艺人？连我自己都搞不清楚的时候，真的很苦恼。虽然艰苦，但走这样的路，真的是很幸运。虽不知道是否因此变得坚强，但下一次我一定能够更从容地应付。1998年8月，高尔夫的魅力对你来说在什么地方？冲浪有那种兴奋，有那种恐惧，高尔夫是什么？そうですね。本当に若い頃は、ゴルフと麻雀はもう本当に絶対にやるもんかっていうふうに、自分のその仲良くしてくださっている人が先輩なんですけど、これ麻雀とゴルフだったら絶対にお前に負けないっていうふうに一言をいただいて、そこで急に火がつきましたね。何事も練習だと思います。経験しないとなかなかできないですよ、経験を積み重ねる。表演演戏的准备的时候练习是非常多的吗？まあその内容、そのキャラクターがどんなキャラクターなのかっていうところで、まあそれがドクターだったり、レーサーだったり、その人ならではの特別ななんかテクニックが必要な場合は練習はするかな。你说理发师、这个。开飞行员，所有这些职业里面，哪个最难练习？对你来说，ピアニストがあったんですけど、全然実は本当は弾けないです。那开飞机开得好吗？いや無理でしょ。いや無理でしょ。那比如导演要找您来演这个戏，比如现在我想拍部电影来找木村先生来演这个角色，我怎么说服你是最容易打动你的？いや、多分その作品を作るそのまんま多分ダイレクトに自分のところに話は流れてくると思いますよ。でそれをどうするかっていうジャッジをすると思うんですけど、心を動かされるとかそういったなんか、まあもちろんパッションは必要なのかもしれないけど、そこまでなんか、計算ではやらないですね。包括你会自己感觉到啊，这个我演得太好了，
或这个我演的不那么好，你自我的评价清晰吗？或者重要吗？对你来说？そこはないです。そこはない。その監督の OK に向かってもう突き進んでいくので。那如果这样的话，不会有觉得，不会觉得自己其实是被自己的周围的环境，可能是自己公司的人、周围的人，或者是合作的导演推着走吗？而不是自己找自己的节奏，因为他们的评价是最重要的，他们的判断是最重要的。でも自分の好き嫌いはそのキャラクターに何にも関係ないので、その話が自分のなんか 100% 愛せる話じゃない時もあったっていうことなんですけど、だって家族全員こう集まってるシーンで誰も笑ってないとか、そんな話嫌でしょ。でもそういう話やったんですよ。華麗なる一族っていう話だったんですけど、でもあれは独特な時代の日本のこう中であったそのドラマだったので、理解很多这样的不同的角色，对你自己的人生会有很直接的改变吗？そこまではないかな。内閣総理大臣を演じたとしても、なんかこうそこまで政治に対して関心を持つっていうこともそんな極端な変化もないし、我特别喜欢你演的这个内阁总理大臣 Change 里面有一段 speech， 你觉得比如说你在背那段 speech 的时候，内心是一种洋溢着想改变日本那种冲动吗？その役を通じて何かを伝えたいなっていうのは、もちろんそのどの作品を作る時も、まあでもあのお話をやった時っていうのは、確かにその投票率が低い現在っていうものがちょっとでも変われたらいいよねっていうモチベーションはあったと思います。包括 你已经演过各种各样的职业和角色了，有没有期待过一个特别的角色，自己特别想演？役をやりたい、こんな役をやりたい。あ、でもそれはあの僕が本当にあげるものではないと思うし、それはもうなんだろうな、レストランのメニューみたいに選べるものではないと思う。那比如您喜欢的这个啊，《One Piece》里面的主人公，包括你演的这个《Change》里面的这个总理大臣，他们都是那种个人很强的这种，我想实现什么，然后带领大家去实现某种改变。您不想成为这样的角色吗？就是更主动的代表方向？いや、でも演じたキャラクターはキャラクターで、自分は自分なので。もう今何でもその個人個人一人一人思ったことを全て表現できる世の中になってるじゃないですか。飛び交ってることは認知してますし、自分から与えるっていうよりかはもうそこのキャッチボールだと、それができる方が僕はいいと思うので、そこはそういう欲求はないですね。包括您对整个日本社会对年轻人有这么大的一个影响力，如果你拍你做一个飞行员，日本的航空业就受到很大的鼓舞，如果您吃什么面包，这个面包就很受欢迎，用什么口红，口红就卖的很多，您会意识到这种这是一个特别大的一个 power 吗？是一个特别大的力量，能把这种力量能转化成改变日本的这种力量吗？您会这么想吗？或者会恐惧这种力量吗？いや怖いと思うことはないですけど、発言したことだったりとか自分が表現したことに対してそんな恐怖には思ってないですね。むしろ楽しんでるというか、或者说因为你的态度也好，你的选择也好，有很多的追随者，
你会使你的表达变得很相对更谨慎吗？更符合大家的这种期待？まあコメントの内容に関しては、でもそうですね、リップサービスをそこまでできないことを言うっていうのは僕は良くないと思うので、まあ言ったならばそれを実現させた方が、じゃあ唯一気をつけてるかもしれないのは、その。できないことは言わない。有没有自己说过的没有实现的自己特别懊恼的？悩んだり、いやできないことはそんなに言ってないと思うので。我觉得他是个挺可爱的，有点无奈的一个男孩子。像他这样的人是活在一个很奇怪的世界里的。一方面，他被如此庞大的抽象的人群所喜爱。但是他又这种抽象的爱又意味着很大的责任，你要严格控制自己的行为、自己的举止，所谓的自我、所谓的更个人化的东西会被挤在一个角落里面去。他其实高度完美的扮演了一个偶像的角色，这是很罕见的一种能力的。1987年，14岁的木村拓哉加入杰尼斯事务所，与其他四人组成风靡日本30年的组合 SMAP。1994年。木村出演日剧《爱情白皮书》，大受好评，此后更获奖无数，创下诸多收视纪录。自1983年起，日本平均收视率前5名的日剧中，有4部由木村拓哉担任主演。从来没想过去好莱坞发展吗？或者在欧美拍片、唱歌？何々したい。っていう本当に出会いでやっていきたいので、何々したいっていうのは僕本人が思うことではなく、僕の周りのスタッフが思ってることなんじゃないですか。それはきっと、僕の中ではその、俺はこうなりたいっていうのはそんなないですからね。真的没有一个特别的冲动，我就特别想干这件事情，不管多少人反对，我的 staff 都反对我，我还要干这件事情，没有这种情况吗？その反対意見がもしあったとしたならば、その反対意見っていうのはきっとその人たちのその利益とかを考えた上でだけでの反対ではないと思うんですよ。きっと自分のことを本当に考えてくれた上での反対なので。そこは一回自分の中でも、捉えるとは思いますけどね。经历过最痛苦难熬的时候是什么时候？事実が違う状態で皆さんに伝わった時かな。でもそれをいや違うんだよ違うんだよ違うんだよって言ってもしょうがない。っていう時はありましたね、一時期ね。でもまあそれは前にあったことなので、今は特に引きずってないです。你这么多年都是一个这么受欢迎的青春偶像，但有一天年龄增长，你害怕这种衰老吗？いや、それはないですね。その。どうあるべきかっていうのは、自分で決めればいいと思うし、で そこでもまたさっき その尊敬する人いますかっていう方に入ってくるんですけど、本当に80代になっても自分から見てあかっこいいなって思える、非常に自分にとっても希望だし。自分もそうなれたらないいなっていうのはあります。でもその年を取るっていう年を重ねていくっていうことに関しては、恐怖っていうふうには考えたことないです。因为很年轻的时候你就演了很多关于爱情的这些电视剧。现在你对爱情是怎么理解的？愛に対してどんな理解？いや、
自分が一ではなくて相手が一になるのが愛じゃないですか、うんうん、恋の時は多分自分がまだ一だと思うんですよ、うんうん、で愛になったら多分それが変わるんじゃないかな、うんうん、如果年轻一代问你问木村先生爱情是什么您就会这么告诉他们是吗你觉得他们能听吗いや受け入れないと思うよ、うん、僕の考えだしその若い皆さんに、うん、その彼らの恋愛観に、うん、僕が枠を作るのはおかしいし、うんうんうん、彼らの恋愛観は彼らの恋愛観として確固たるものがあると思うからノータッチでいいと思う、うん、您说到爱情的时候我这个耳机这个电就没了就我就听不到你说的爱情了所以你的爱情是个秘密不让我听到休息一下是吗好好好 OK 那就换一下吧木村拓哉Kimura Takuya 是父母给我的名字生来如此但木拓 Kimutaku 却不是它在某一时刻自然形成并迅速在世间流传它就像一个公共的没有限制的公园大家可以随意进出肆意玩耍当然叫做木村拓哉的我本人也会在里面游玩有开心的时候但大多时不开心很多时候在各种不同的工作现场看到那些心无旁骛地专注于自己工作的人我就会羡慕地想啊这个工作也相当不错呢因此虽然现在我是在做木村拓哉如果有来生可以让我自己选择我就不要再做木村拓哉了一次即可无需再来第二遍若不这样想的话也是无法继续前行的1996年11月Oh. Why? You don't want? 一人でワイン飲んでるのおかしくないだって。ありがとう。これ急にワインが現れたけど大丈夫なんだよね。編集上もね。大丈夫です。大丈夫ね。はい。OK。什么时候开始尝试喝酒的呀？嗯，二十歳超えて、ガンザンローゼスのギタリストが持っているウイスキーだったり、バーボンだったり、そういうあの、うん、見た目から入ったんで、うん、今は全然飲まないですけど。如果现在的木村，嗯，去看到二十岁的木村，你会有什么建议给当时的木村吗？そうですね。もうちょっと早いタイミングからしっかりやれって言いたいです。うん、割とその頃の自分は舐めてたので、責任感をもうちょっと持ってやりなさいって言いたいですね。但太多的责任心也会让人觉得很压抑啊，不会吗？いやいや、抑制ではないと思う。責任っていうのは、要はもっと。すごいところに立たせていただいてるんだよっていうのを伝えたいです、うん、そこで自分がいられることに対しての感謝、うん、そっちの責任、うん、それを持ってほしいです、うん、ですね。そのもし20代の頃の自分に、会不会有时有那种感觉不管是友谊啊爱情啊他们都当时显得多么美好但他们有一天都会结束的大家都会分开的有这种人生的这种不确定感强吗对你来说まあでもそれは何だろう受け入れるしかないんじゃない、そこででも終わりなわけではないから受け入れつつもそこで全てが終わってしまったらもう the end だけどそれはそれ自分の中で整理整頓して前に進むことができるんだったら進んだ方がいいと思うし。
ん、あとそう、これは本当に日本の特別なことかもしれないんですけど、言語が変わるんですよ、うん、何なんだろうっていう、うん、まあ、うん、何になってもきっと変わらないとは思うんですけど、うん、您是整个平成时代的一个非常重要的一个人物，也是这个平成时代的一种某种象征嘛，您会多少感觉到自己的一部分也结束了吗？或者自己的时代也要结束了？会有这种？いや、だから僕の中では、まあ平成は終わるかもしれないですけど、何も終わらないので、20代だからできた全力と、30代になってからの全力と、そして今と。あまり変えたくはないなっていう自分の中での思いはありますけどね、まあ、平成が終わるっていう受け取り方もあると思うし、次が始まるっていう、僕はそっちの頭なので、对，现在想想木村那个整个的现象像一场梦一样啊，我觉得是日本在一个更低迷的时代，需要某种新的信心，更阳光的、更灿烂的、更富有魅力的形象。木村还有他那个乐团 SMAP 都是这样的象征吗？とか6万人とか、多い時8万人を前にパフォーマンスしたりとかすることっていうのは、本当に選ばれた人間しかできないので、やっぱ体験していた時はものすごい経験だったと思うし、现在再让您去开个演唱会，下面有八万人，你会紧张吗？ね、今の自分でそれはできないと思います。是体力上的还是状态上的？いや、値しないと思うよ。もしそうするなら、そのもっともっとそれにふさわしい自分になるべきだと思うし。就想到人生中最辉煌的或者最让您兴奋的时光可能已经过去了，意识到这件事情对您来说会有某种感伤吗？いや全然、今見返すことは一切ないし、今日何しようかな、明日何するかなっていうことの方が僕の中では大きいですね。だから生きる意味があるんじゃないかなと思いますけどね。从您出道到现在已经30年时间了，30年一直保持一个这么大的一个影响力和一个受欢迎程度，这让你意外吗？意外ですよ。会恐惧失去这种影响力吗？なったらなったで、それが自分のその鏡というか。自分がそうなったからそうなったっていう結果なんじゃないかな。或许失去了也是一种新的自由吧。だと思います。きっと。包括如果是回到小的时候，15、16岁的时候，让你不进入这个行业，让你选择一个更正常的人生，现在你还会想重新选择吗？どうだろう。いやそこはどうですかね。非常に考えるかもしれない。まあでも実際に今もありがたいという状態で自分がいるその事実があるので。でもほら、もしっていうその、遠く
としては広がるかもしれないけど、うん、実際はないからね、うん。会觉得此刻自己身上怎么说有没有特别想克服的弱点？いや欠点っていうかやっぱりそのこういう今のこういう形も取らせてもらってるけど、うん、本当だったら共通言語を作って、うん、それでコミュニケーションを取りたいし、うん、だそれが英語なのか、うん、中国語なのか、うんうん、だそういうコミュニケーションの取り方、うん、そこの、うん引き出しは増やせたらいいなと思います。那我们从今天开始，你回去学中文，我回去学日语，我们两年之后再交流一次，看看努努力可不可以。そこもなんか、嗯，面白いよね。嗯嗯嗯，希望有机会能跟你去学一次冲浪。OK， じゃああったかいです。今寒いから。嗯，还有，啊，对，我们他们都很喜欢你，嗯、要找您一块儿，咱们一起合个影。嗯，哎，OK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 。Okay, okay, okay, okay. 啊，我们两个哈，就坐着就好了吧？对对，就这么坐着哈。